はい、ということで皆さんこんにちは、コンバース岡原でございます。さて、買ってまいりました、これホイットモンスターハンターワールドコレクターズエディション。はい、ということでとうとうね、買ってしまいました。だいたいこちら1万7000円ぐらいで、買ったっていうことで、早速中身の方をね、上げていきたいんですけど、簡単に言うと、モンハンのソフトはもちろんなんですけど、あとアートブック、サウンドトラック、あとネルギガンテのフィギュアと、あと、まあ、ダウンロードのプロダクトコードが入ってるってことで、豪華なねセット内容となっております。早速中身の方開けていきましょう。どういうアングルで開けようかなこれ困ったな。ということで、中身の方まず開けていきたいと思います。せーの、ほい、あ、向きちゃうわ。はい、ということで、最初はいきなりのソフトが出てくるってことで、順番に上から見ていきたいと思います。ってことでお次いきましょう。せーの、ほい、お、なんだこれ。はい、ってことでこちらポストカードなのかなと思いきや、これ裏向けるとこちらプロダクトコードが書いてあります。今指で隠してるとこ、あのコード書いてあるもんで見せれないですけど、こんな感じの内容となっております。兜であったり、ヘアスタイルがね、ダウンロードできるってことで、こっちもね早速使えたら使っていきたいと思います。というわけでお次、もう見えとるけどね、せーの、はい、ちょっと待って待って、何事。はい、ってことでね、お次はサンドトラック、入っておりました。では次見ていきましょう。せーの、ほい、うーん、ね、何やべ、取れ。はい、ってことでお次の中身が、せーの、ほい、ん、何これ。あ、ネルギガンテって書いてある。ってことはこれフィギュアですね。ちょっとフィギュアはこの後じっくり見ていきたいと思いますんで。で、あ、これもう見えとるわ。最初から見えとったか。これ多分アートブックやな。ちょっと取り出そう。ってことで、お次、アートブックが、せーの、よいしょい。じゃん。こんな感じのアートブックになっております。なんか、テカってて、これ動画じゃ見にくいかもしれないですけど、レリーフみたいになってるんですよね。でね、これね、めちゃめちゃかっこいい。表紙めちゃめちゃかっこいい。で、裏向けると、こんな感じね、なんだっけ。師団のマークみたいになって、でここもレリーフがあるんですよね。これレンスやんね。むちゃむちゃかっこいいっすこれ。で中身の方が、多分これ中身って見せていいんかな、こういうので。どうなんだろう、1ページだけでもいいのってことで、1ページ目だけとりあえず、せーの、こちら。あー、まあこれはおなじみのあれだね。で他にもちょっと今見てみますね。あー、はい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 、はい、なるほど。まあ簡単に言うと、モンスター の、 そのキャラデザ設定資料みたいなのが書いてあります。当たり前だけど、めっちゃうまいな参考になる。はい、んで、まあ、今ペラペラと見たんですけど、これ面白いね。例えばアンじゃなくだったら、あの元々の設定みたいなのが書いてあるんですけど、あのデッサンで、あのイビルジョーみたいな緑色したあのデザインも書かれてるんですよね。だんだんそっからいろいろデザインが変わってって、色も変わってきの、最初はなんか青っぽいデザインもあったみたいなんですけど、今の赤っぽいね、あのティラノサウルスみたいのになったみたいで、で他のモンスターとかでも今ね、見慣れてるようなじゃなしに、最初の設定とかが書いてあったりとか、これかなり面白いです。ネルギガンテ新メインイメージって書いてあるんだけど、全然違う。全然僕らの知ってるネルギガンと全然ちゃう。何これ、口からめっちゃなんかクワガタみたいな角っていうか、何これ。一番ね、これ何匹かモンスターいるんですけど、衝撃だったのがネルギガンテ、今回のメインモンスター全然設定違う。出してああいう風になったら、まあいい方向に行ったと思うんですけど、なんか下顎のとこにも角みたいなトゲが生えとって、それがニョキニョキ伸びるみたいなのも書いてあるんですけど、これすごい面白いですね。はい、ということでアートブックでした。で先ほど言ってた、これがネルギガンテのフィギュアになります。やっぱフィギュアが一番ね、場所を取ってたっていうことで、それなりの箱の大きさにもなるわな、そりゃ。で、中身の方が、と、はい、空っぽです。ってことで内容はこんな感じですね。はい、で、モンハンのまあソフトの中身、まあこれはあんま必要ないと思うんですけど、一応ね、こんな感じになっております。と、まあ簡単な操作一覧の、紙と、まあフロンティアのね、案内的なのが、軽く入っております。こちら、ダウンロードコンテンツになるんですけど、オリジン装備と追い風の護石というね、アイテムがもらえるってことで、こちら入っております。で僕もあのツイッターでちょっとちらっと見たんですけど、今回のこのパッケージリバーシブルになっていまして、最近多いですね、リバーシブルをあの採用してくる。
ってことでリバーシブルになったものがリオレウスのパッケージになるということで裏さ、もちろん同じでございます。さあってことで、先ほど話してたネルギガンテのフィギュア少し見ていきたいと思います。では行きましょう。せーのポイ。ネルギガンテのフィギュアでございます。めっちゃトゲトゲシーンやけど、てかすっげーリアル。あと結構大きいで、正面から見るとこんな感じ。ちょっと下向いとんな。はい、こんなんね。めちゃくちゃごついな。で、後ろ側も細部にわたるところまでね、トゲの一本ずつね、ちゃんと再現されております。作り込み半端ない。はい、ってことで今回はモンスターハンターワールドコレクターズエディションってことでね、紹介させていただきました。中身をざっと出してみるとこんな感じ。まあ数的にはめちゃめちゃ多いってわけじゃないんですけど、完全にモンハン尽くしの、セットだったかなと思います。個人的にはまあネルギガンテのクオリティも普通にすごかったんですけど、アートブック、さっきも言ってたんですけど、アートブック超面白かったです。またね、この後、じっくり読んでいこうと思います。んで、ただいまモンスターハンターワールドをダウンロードしております。この後、まあ、キャラメイキングであったりね、いろいろとクエストの方をこなしてね、また動画の方も出していきたいと思いますんで、もしよかったらね、チャンネル登録してない方登録の方よろしくお願いいたします。ということでちょっと余談ですけど、モンスターハンターのね、キャラクターはいつもめっちゃネタ満載で気持ち悪いおっさんを作るってことで、この後ねどういうものができるかわからないんですけど、今回すっごいねツイッターの方でも話題になっております。キャラメイクが、トレンド1位になったぐらい、ある意味いろんな意味で、自由の利くキャラメイクってことでね、奥原の腕が鳴る次第でございます。ってことで、この後頑張りたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。以上、奥原でした。おかおつ、またね。バイバイ。